アップルウォッチを持っているあなたに朗報です。セコムホームセキュリティの新しいアプリがアップルウォッチで操作できるようになりました。パチ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 。あらかじめ自宅の位置を設定しておけば、家から少し離れた地点でモード変更のサジェストがアップルウォッチに届くので、セキュリティのかけ忘れがなくなります。もちろん帰宅時にも家に近づくとサジェストが届くので、在宅モードに切り替えて、さらにスマートロックアプリと連動すればスマホや鍵も取り出さずにスムーズに帰宅することができるんです。あー、いい子いい子。はい、これがアプリのホーム画面です。毎日安心メッセージがポストに届いて、獲得ポイントや歩数などを教えてくれます。アプリにログインするなどでポイントがもらえ、そのポイントを使ってこのお家をカスタムしていきます。家の形や色、窓や玄関などを自分好みにできるんです。あー、かわいいですね。健康レポートでは今日の消費カロリー、今日の歩数、昨日の睡眠時間、血液中に取り込まれた酸素レベルがわかるので健康管理に役立ちます。たくさん歩いたら毎月ボーナスポイントがもらえるので、アイテム欲しさに歩くことが増えました。今までより楽しみながらセコムを使っています。セコムカンタービレ。